ナムステエブリバディー、どうもチャロブラザーズのサワジーです。はい、というわけでですね、今回もお待たせいたしました、インドを目指したヨーロッパ編ということでですね、講義シリーズの今日は第3弾やっていこうと思います。タイトルはですね、オランダとインドということでね、やっていこうと思います。キーワードはね、一つこれです。東インド会社ということですね。この動画ね、見終わった後に皆さんは東インド会社について完璧に説明できるようになってます。それでは行ってみましょう。というわけでね、タイトルね、オランダとインドということでね、書いたんですけれども、最初に断っておかないといけないことがあります。ここでね、インドって書いたんですけど、実際に大航海時代、それからちょっとその後にね、オランダが支配をしていた地域はインドじゃありません。実際にはインドネシアなんですね。なんだけれども、彼らが作った会社は東インド会社だからね、一応インドのこととして説明させていただきますね。なんでここで説明、した方がいいかというとね、この東インド会社っていう仕組み、これは後にイギリスも取り入れることになるんですが、これが非常によくできた仕組みなんですね。なのでまず最初にね、このオランダが取った東インド会社っていうこの仕組みを理解することによって、その後ね、イギリスが同じ仕組みを取っていって、そしてインド支配を固めていく、ね、そのルートをしっかりと理解することができるのでね、まずねオランダから理解していこうということでちょっとやっていこうと思います。じゃあロゴだ。はい、というわけでね、一応ね、歴史好きの方のために、言っておくとね、オランダっていうのは、実際にインドネシアを支配していくことになります。今のね、首都ジャカルタっていうところがあると思うんですけれども、そこにね、当時の名前でバタビアというね、拠点を、作って香辛料の貿易をやっていきます。プラスね、どんどん北に行って、台湾にはね、ゼーランディア城っていう城を築いてそこを拠点にしたりとか、もっと言うとね、長崎、日本の長崎さっきの平戸とかね、それからあとは出島、っていうところにね、拠点を作って、どんどん東アジアの方にも、貿易を進めていきますということ。それは一応ね、覚えときましょうと、はい、いうことです。じゃあ、ロゴだ。で、今回のね、本題はそこじゃなくてですね、そのやり方なんですね。前回のポルトガル編では、王権が実際にお金を出して、貿易をしていった。ね、そんな話をしていましたね。で、今回のね、このオランダのやり方なんですけど、何度も言うようにね、この東インド会社っていうのを作って、どんどん貿易をやっていったんですね。で、このね、東インド会社を作った国ってね、まあ、いくつかヨーロッパの国、北欧諸国も含めてあるんですけど、大きなものが3つありますと。1600年にイギリス、で、1602年にオランダ、で、1604年にフランスということでね、この3つ、覚えておきましょうと。で、できればね、年号もね、覚えておくといいですね。0、2、4ということでね、すごく並びがいいので、ぜひ覚えておきましょうということなんです。で、なんですけど、一番最初に東インド会社っていう名前の会社を作ったのはイギリスなんです。ね。なんだけど、どこの文献、ウィキペディアとかね、いろんな参考書、教科書見ても、絶対ね、オランダが作った東インド会社が、この世界初の株式会社って書いてるんですね。ね。ここしっかり覚えておきましょう。なぜならば、イギリスじゃないんです。ね、一番最初に作ったはずのイギリスが世界初の株式会社って言われてない。特にオランダが作った東インド会社っていうのがその一番最初って言われてるんですね。これ面白くないですかね。こんな1600年代からある仕組みが実は、株式会社だということなんですね。で、当時は、特権会社とも言われてました。特権会社っていうのはつまり王権からある仕事を独占的にやっていいよっていう権利を与えられる。ね。そういうのを特権って言うんですけど、当時は貿易やっていいよ。それから条約勝手に国と結んでいいよ。軍隊持っていいよ。それから植民地経営していいよ。すごくね、広い特権。これが認められてたんです。だから今の会社よりもかなり業務範囲が広かったっていうことですね。それを覚えてみましょう。じゃあ、ロゴだ。で、次。
なんでこういう会社っていう仕組みができたんだろうか、ね、これ気にならないですか。それは当時この会社ができた背景には航海とそれから貿易で儲けようっていうね、そういう思いがあった、ね、これはポルトガル編の時にかなり説明しましたよね。で、航海の特徴なんですけども、まずお金がかかる、ね、これ皆さんも想像つくと思うんですけども、船を作ります。で、船に人を乗せます、で、さらに商品になるものを積み込みます。で、航海します。航海途中もしかしたら人が病気になるかもしれない。そしたらお医者さんもいなきゃいけないですよね、もっと言うと、そのね、航海してる船乗りさん、ちゃんと食べさせるためには食料を十分積み込まなきゃいけないですよね。ものすごくお金かかるんですね、実はね、一番最初この東インド会社が作られて航海に出た国はこのイギリスなんですね。で、1601年に、最初の航海に出るんですけれども、その時に集めた金額というのが6万8000ポンドぐらいだというふうに言われてます。で、これをね、今の価値でさらに円に直すと実は数百億円って言われてるんですね、これね、実は、当時の船っていうのは基本的には船団で行動してるんです。グループで行動してるんです。なので3、4隻ぐらいをね、必ずこう一つのまとまりにして航海に出した。なので、通常よりもね、かなり大きくかかっちゃう。数百億円ですよ。すごくないですかね。これをまず賄う必要があるっていうことなんです。じゃろか。で、しかももう一つの特色として、航海にはリスクがつきものです。しかもそのリスクがかなり高いね。わかりますよね。船が沈んだら元も子もないんです。全部終わりです。人も死んじゃいます。商品になってるものも全部沈んじゃいます。そしたら貿易できないですよね。帰ってこれないですよね。じゃあお金儲けられないですよね。ということはもうオールオアナッシングなんですね。貿易をやってめちゃくちゃ儲かるか、それか船が沈んじゃってゼロで終わるかなんですよね。これってとってもリスクが高いね。だから一人の人がどんなにお金があったとしても、この船の事業っていうのはなかなか進出できない、そういう領域なんですね。当時ポルトガルとかスペインとか、当時絶対王政でものすごく儲かってた王権はお金を出すことができた。でもその王権でさえどんどん政治的に衰退していくと、お金出せなくなっていきましたよね。これと一緒で、基本的に個人が継続的にお金を出し続けるっていうのは無理なんです。だからどうしたか、こっからが面白いんですよ。じゃろか。この図なんですけれども、ここには一人では航海を賄うほどのお金はないけど、そこそこお金を持っている小金持ちがいます、ね、で、この人たちを投資家と呼ぶことにしましょう。で、この人たちからちょっとずつお金を集めていく。そしてそれをさっき言った会社っていう箱の中に貯める。そうすると一人一人から集まったお金はものすごくちっちゃいけど、この箱に集まる時にはかなり大きなお金になっていて、航海が一回できるようになっていると、ね、そういう仕組みなんです。で、ここに貯まったお財布から、船を買います、それから人を雇います、それから食料を積み込みます。それから商品になるものをどんどん積み込んでいきますとね。そんな感じで、どんどんコストをかけていくわけです。そしてこの貿易をやる。で、貿易をやると利益が上がりますよね。で、その利益をさらにこの会社の大きな貯金箱に戻していくと。で、その中からさらに投資家にリターンとしてね、どんどん配当として配っていくとね。そういう仕組みがこの株式会社なんです。じゃろか。で、この仕組みの何がいいかっていうと、まさにさっき言ったとこなんですけど、お金がかかるね。航海はお金がかかりますが、一人一人の出資はものすごく小さいので、ここね、投資家さんからするとやりくりができるね。やりくりもできるし、この船の事業に参加できるね。しかもさっきリスクが高いと言いました。でも一個一個の投資はものすごく小さい。だから投資家 A さんからすると、例えば100万円持ってる中の1万円分を投資する。そうするともしその船が沈んじゃったとしても1万円だけの損で済むんですね。他の99万円は、自分の他の事業に回したりとかしてるから、別にそこには手はつけられないね。だからリスクもそこで抑えられる
というね、このお金かかるリスク高いという2つの後悔の弱点を見事に克服した仕組みっていうのが株式会社なんです。じゃあロゴだ。で、世界初の株式会社はオランダが作った東インド会社だね、これ言いました。どうしてかというとね、さっき言ったこの仕組みはオランダが最初に導入したんですね。イギリスももちろん同じような仕組みは導入しました。でもイギリスとオランダで最も違う点はどこかと言われたら、イギリスは1回の後悔でこのお財布を全部ばらして投資家に分配してたんですね。ということは、第1回後悔、はい、お金集めました、財布にお金が貯まりました、そこから船を買いました、いろいろやりました、貿易やりました、お金が戻ってきました、そのお金を全部投資家に返しちゃったんですね。ということは、第2回の後悔をするときにまた集めなきゃいけないんですよね。で、またこういう費用をはけなきゃいけない。で、またこうやって、こうなるとね、この循環が第1回、第2回、第3回後悔と全部そのお金を分配しちゃったんですね。対してオランダは第1回は集めることをしましたとね。で、第2回以降はどうしたかというと、第1回が終了した時点でこの貿易から得られた利益の部分、これだけを投資家に分配したんです。ということは、もともと投資家が投資していた元本、これはずっとこのお財布に残り続けることになります。そうすると会社はこのお財布をもう一回使って買えばいい、貿易すればいい、で利益上がったらまた返せばいい、ということでこの投資家から集めるっていうプロセスを省くことができたんですね。これはものすごく良くて、一回一回ね、集める手間が省けたことによって、どんどん第1回、第2回、第3回、第4回、第5回と後悔のね、頻度を高めることができたね。なのでこのね、1600年、1602年と2年遅れてオランダっていうのは東インド会社を作って後悔に参入するんですけど、結局ね、蓋を開けてみると30年、40年後にはオランダが一番儲かってる。それはなぜかというと、より多くの後悔をしてより多くの利益を上げてるからなんですね。だから後々の回でまたね、もう一回説明しますけど、イギリスはオランダの仕組みを見習って、さっき言ったようなね、1回1回の後悔で元本も、全部、投資家に返還するような仕組みを改めて、オランダ式の元本はずっととどめ置いたまま、リターンだけね、利益だけ返す、そういう仕組みにね、変えるんです。そっからイギリスの活躍が始まっていくんです。じゃあロゴだ。はい、というわけでですね、今回はちょっとね、その国ごとの話というよりも、まず東インド会社ってどういう仕組みだったのかね、ここにスポットを当てて説明していきましたね。これで、だいぶね、当時の貿易をどうやって、イギリス、フランス、オランダがやってたのかっていうことがね、理解できたと思います。次回は総仕上げということでね、このフランスの東インド会社がどこを、拠点にしていったか、それから次の回でね、総本山です、いよいよ本丸に迫っていきますが、イギリスが、インドにどうアプローチをしてどう支配していったのかという話をしていきますね。これをシリーズまだまだ続いていきますので、この動画見てね、さらに続きが気になるなと思った方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャロ、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。